スワディガー、皆さんこんにちは。 KS シャネルのバンです。 KS シャネルのベイです。皆さん、タイに来たらいろいろなタイ料理を食べたり、いろいろなタイの観光地へ行ったりしますね。いろいろな経験をして、好きなもの、嫌いなものがあると思います。それでは本日はタイ語の好き嫌いの言葉を勉強しましょう。パーサータイは超。逆に好きじゃない、嫌い、パーサータイはマイショー。使い方も簡単です。超がマイ超プラス名詞、超がマイ超プラス名詞。例えば、私はタイ料理が好きです。ผมชอบอาหารไทยครับ。ดิฉันชอบอาหารไทยค่ะ。私はภูเก็ตが好きです。ผมชอบภูเก็ตครับ。ดิฉันชอบภูเก็ตค่ะ。私はดูเรียนが嫌いです。ดิฉันไม่ชอบทุเรียนค่ะ。ผมไม่ชอบทุเรียนครับ。私は辛いものが嫌いです。ดิฉันไม่ชอบอาหารเผ็ดค่ะ。ผมไม่ชอบอาหารเผ็ดครับ。さらに、ชอบはものが好きだけではなく、まるまるすることが好きという表現にも使えます。使い方は簡単です。超が、ไม่ชอบ、プラス動詞。超が、ไม่ชอบ、プラス動詞。例えば、私はテレビを見ることが好きです。ดิฉัน、ชอบ、ดูทีวีค่ะ。ผม、ชอบ、ดูทีวีครับ。私は、料理を作ることが好きではありません。ดิฉันไม่ชอบทำอาหารค่ะ。ผมไม่ชอบทำอาหารครับ。程度を表す言葉を勉強しましょう。とても好きです。大好きです。は、ชอบมาก。ชอบมาก。あまり好きではありません。は、ไม่ค่อยชอบ。ไม่ค่อยชอบ。全然好きではありません。大嫌いです。は、ไม่ชอบเลย。ไม่ชอบเลย。例えば、私はゴルフをすることが大好きです。ดิฉันชอบเล่นกอล์ฟมากค่ะ。ผมชอบเล่นกอล์ฟมากครับ。私はビールを飲むことがあまり好きではありません。ดิฉันไม่ค่อยชอบดื่มเบียร์ค่ะ。ผมไม่ค่อยชอบดื่มเบียร์ครับ。私はパクチーが大嫌いです。ดิฉันไม่ชอบผักชีเลยค่ะ。ผมไม่ชอบผักชีเลยครับ。今回はタイ語の好き嫌いの言い方を勉強しました。皆さん、いかがでしたか？いかがでしたか？本日勉強した言葉と表現は全部動画の後にまとめますので、ぜひ見てください。教えてほしいことがあったら、お気軽にコメントをしてください。動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひお願いします。お願いします。それでは、パサタイ、マイヤー、ソディカー。